とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、4人マルチのリベンジです。行きたいと思います。では、頑張りましょう。まあ、とりあえず、7階のボスだね。うん、そこを注意して。で、その後の、ステージだな。注意していきましょう。結構ね、マルチで行くと注意すべき場所が多いよね。注意するところばっかりだ。やっぱなかなか厳しい感じですよ。まあまあまあ、1階、2階、3階、そこら辺ぐらいまでは全然余裕で行けるんではないでしょうか。OK。どうする？メイスにするか、あ、メイスでいきますね。多分ね、メイスがハプーンでいくと、7階ボスは楽だと思うんだよね。まあ、とりあえず、あれだな。7階のボスをみんなで囲んで、一気に1体、まずは潰す。それができれば、いけるでしょう。まずは1体を確実に潰していく。それができれば間違いないはず。 OK、 いいね。お、どこ、おお、大丈夫、よし。では3階行きましょう。ここは俺何もいりません。ハプーンでもよかったかな。いや、いいや、何もなしでステイで行きます。で、エンチャを入れとこう。で、ここで TNT をぶっぱしようかな。なになに？待つよ。あ、でももう敵出るよ、敵出るよ。敵がもう出てきますね。じゃ、あー、雲食らった雲食らっちゃった。大丈夫ね、この数で。押せ押せでいけばいけるでしょう。じゃあ OK、 いいね。ナイスナイス。お、ちょっと待って、下になぜか敵がいるよ。なぜか敵に、敵が下に迷子の子がいた。よーし、ありがとう。ここも何もなしで俺は行きます。で、4階。あ、ああ、ここね。はいはい、問題ないです、問題ないです。ははは、食らってる。食らうよね。今のはちょっと逃げる場所がなかったね。しゃ。お、箱ここあったっけ？で、できれば。まあまあまあいいか、まだ いけるね。後の方になると、ばらけない方がいいんだけど、今のところは多分大丈夫。今のところは、ある程度ばらけても大丈夫じゃないですか。問題なのは、13回とかそこら辺からかな。多分そこら辺からが、ばらけていったら危なくなると思う。注意していかないといけませんね。みんな地雷でいく？地雷かな？が、まあ、無難でしょう。ちょっと待って、ガントレットいる。ガントレットがいる。やる気あるな。え、締め具に、あ、締め具になるかもわかんない。締め具になるかは分かんないですけども、はい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 、いやいや、ガントレット使う人タワーでは意外と珍しいかもしんない。いいんじゃないですか、個性があって。じゃあ俺もちょっと取ってくるね。おおお、動きにくいよし、
いいね、ガントレットいいね。よっしゃ、取った？みんな。オッケー、あ、いいみたいね。よし、いきます。お、一人輝くローブがいたね。おお、なるほど、いいんじゃないですか、輝くローブを。で、俺はメイズを上げて、で、ポーションバリアと。OK。あれ、ピンクがまだだったよ。大丈夫だった大丈夫だったか。まあまあいいや。うん。エンチャントちゃんとできてればいいけど。行くぞ。いや、ちょっと足並みが揃ってない。よし、でも大丈夫か。ナイス。まず、ガストさえ倒してしまえば OK、 いける。よし、おーい、マジか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 、危ねえ危ねえ、ちょっと待てよ。あー、待ってそれが出ると見えにくい。ちょっと待って待って待って、見えにくい見えにくい。よし、ボコそうボコそう、 OK、 ナイス。あ、ちょっと待ってね、バッテリーが少なくなったから、ちょっとバッテリーつなぎますね。はいはいはい、 OK。 お、いい感じじゃないですか。1人星寄る、いや2人星寄るか。おお、いや違うか、星寄るもね、ありだよね。動かない。あ、エンチャかつけてんのか今。このエンチャをこうつける時間みたいなのも設けてくれればいいんだけどね。それ設けてくれないんだわな。あぶねえ、すいません。よし、 OK。 とにかくこの夜の時間っていうのは注意しないとね。あそこで敵がブワーって出てきたら、まあ終わりそうな感じなので。大丈夫か、俺もこっち側行っとこうか、なんか危ない気がする。 OK、 大丈夫。ちょっと待って、 まずこいつ倒そう。痛いからねこいつは。はい、 OK。あ、そうかそうか、ポーションが周りの仲間に効果があるんだ、この防具は。そうだそうだそうだ、そういう能力があるんだね。よし、矢は忘れず取ってね。大丈夫？ OK です。ここはみんな、あ、違う、ゴーレムもいるんだ。ありあり、ゴーレムもありだよ。で、連鎖反応も入れとっけ。おお、危ない危ない危ない、何？リープリーフに一気にやられた。みんなでね、一緒に動いていった方がいいっていうのね。まあまあ、それはもちろんそうなんだわな。オッケー、ちょっと俺ここから引きますわ。ちょっとね、卑怯な場所なんだけども、ここから突いてちょっと敵を減らしますね。弓を使っていってもいいかもしれないけども、うーん、最後にもうちょっと取っときたいんだよな、矢をね。うーん、危ない危ない危ない、DLT は危ないって。 DLT 危ねえよ。よし、 OK。 いつの間にか取ってたっていうこともね、あるからね。 TNT はね、もうマジ注意した方がいいです。ちょっと俺捨てときます、これ。あれはね、あれ、どこいる？あ、終わり、ありがとう。9回
おしまいですね。次行きましょう。10階か。どんなとこだったっけ。あー、ちょっと雪ゾンビが多い場所だね。どっちから行く。上から行く。上か。ここら辺が確か安全だった気がする。やっべやべ、相当やばい。いやー、ちょっとここ離れ離れになるとちょっときついよ。よし、 OKOK、 分かった分かった。ナイス、おお、ゴーレムナイス。夜になるのだけはね、絶対避けたいので。オッケー、危ない危ない危ない。ほんとね、マルチプレイでの、この敵の湧き方？敵、仲間がやられてからの、湧き方が、えぐいえぐい。ガシガシ出てくるでしょうね。オッケー。ハーベスターか、珍しいね。ハーベスター珍しい。ソウルビルドみたいな感じで行くんでしょうね。行きましょう。ここがね、結構難しいというか、前に出すぎちゃいけない場所なんだよね。極力後ろの方、一人でも前に行ってしまってやられると積み出すので、極力全員が固まって戦うっていうのがベストですね、ここは。ナイス、いいね。いいよいいよ。そう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 、あまり前に出ないように。あぶね。どれ。ああ、氷使いがいる。やばい。ちょっと全員蹴らせる。よし、全員蹴らせればなんとかなる。 OK。 いやー、やばい。いや、いけるいけるいける。ギリギリ間に合った。ああ、でも俺もやれたけどね。オッケーオッケーオッケー。とにかくある程度固まっていくこと、それが重要ですね。やばい、やばいな。矢が171本、若干少なめ。よし、あれ、まだまだ、どこ。あ、いたいた。あとここだ。ちょっと待て、めちゃくちゃ痛いやつだ。 OK、 はい、クリアでーす。スノーアーマー変えよう。もう防御がね、全然足らない。あいつの攻撃2発でね、やられそうなんで、これに変えれば3発ぐらいは持つかな。どうだろうね。ハンブルビーを入れていこう。よし、いいかな。いい、行きましょう。いいね。お、なんだ、俺の激怒かなんかついてる。ついてるかもしんないね。オッケー。ここも確かこの周りが結構、ああ、そうか、エンチャンターだ。ここはエンチャンターが結構いるんで、まずはそれを倒す、うん、エンチャンターをまずは倒していく。オッケー。ああ、どこあんまり離れたところにいられるとやばいかも。よしよし、オッケー。
危ない危ない危ない。ちょっと俺矢を取ってきますわ。ちょっと矢を取ってくるね。オッケー。ちょっとごちゃごちゃになるとわからなくなるので俺最後に取るわ。はい、オッケー。で次商人か。まあまあ大丈夫、商人で。で次が、あそこだな、ネクロマンサーが2、3体来るところだね。なかなか厳しいか。よし、いや何本 ?217 足りるかな。217、うーん、これ21階のボスまでね、矢をなんとか持たせないといけないのよね。なのでそこが厳しいか。どうだ。よし、もういい、行く、行っていい。早めに行かないと敵がどんどん湧き出すからね。よし、 OKOKOK。 あんまり前に出ずにここで戦った方がいいからね。前に、危ない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  TLT の罠、TLT の罠だ。よし、 OKOKOK。 あまり前に出ない。あー、ピンクそっちに行っちゃ危ないよ、危ないよ危ないよ。まだそっちからいっぱい来るからね。こっちの方で戦わないと挟み撃ちに遭うので危ないよ。お、大丈夫。よし、オッケー。すごいな、敵の数が本当に。終わりか。はい、14回クリアでーす。そう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 、いい感じ。あまり前に出ずにね、後ろの方でチク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 やるっていうのがいいですよ。ここのボスだな。どっちから行く、みんな。ここ分かれるのよね。まあまあ、地雷を置けば分かるか、どっちから行くよっていうのが。うん、分かるかもね。ちょっと合わせよう。任せる。どっちから行く。俺はどっちからでもいい。よし、上からね。OK。じゃあ上からみんな行っちゃいましょう。ちょっと出る場所が全然みんな見当外れな場所だった。あー、くそ、ブラインドを思いっきりもらった。やば、あー、いって、生き返らせないと。これは夜になるともうどうしようもないからね。どこだ、もう、あ、このイリュージョナー倒せるわ。イリュージョナーの方が HP が先に尽きるね、これ。ああ、やられた、ごめんよ。よし、あまり無理せずに隙ができてからでいいです、生き返らせるのは。やばい、やばい、あー、矢が結構減ったな。ど、うーん、さっきね、場所が全然違うとこだったんだよな。オッケーオッケーオッケー。よし、あ、ブラインドかかってる、ブラインドかかっちゃってるよ。危ねえ。よし、 OK、 倒せる。 OK、 倒した。あとはそいつだけ。
どこだ本体は。あいっ、危ねえ。ごめんごめん、食らいそう食らいそう。よし、どこだ。うん、どこいる、どこいる、どこいる。あとちょっと、あとちょっと。あー倒したー、15回クリアですね。いやいやいや、なかなか厳しい戦いになってきたよ。矢が少ない。これ矢がないとね、辛いんだ。最後が、うわー、後の方が厳しくなってくるからね。まあ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 、行きましょう。やらなきゃいけないんだよ。これでも動かないな。よし、やべ。このネクロをどうするかなんだよね。 OK、 キョムらせて、キョムらせてから近接で一気に叩く感じ。あーやばい、エンチャンターがいるぞ。まずはあいつを潰さないとどうしようもない。うわー厳しい。こうなると結構厳しいな。この円、うわー、ナイス。あーダメだ、エンチャンターがいる。厳しい、これは厳しいぞ。あのエンチャンターをなんとかしよう。あー、エンチャをなんとかしないとな。どうしようもないんだよね。オッケーオッケー、いけた。よし、あーやばい、あーもうあと1体いる、エンチャンターが。あいつをなんとかすれば。もうちょい、おいけた、ナイス。もうエンチャはいない。よし、ちょっと俺上からちょっと様子見してきますね。あ、いたいた、あぶね、終わりで。17回もなかなか厳しいからね、これ。17回も厳しいんだ。いけっかな。まあ頑張ってみましょう。ここなのよ。意思疎通ができればね、いいんだけどね。これ下の方に行くと結構まずいんだよね。あ、でも、結構上の方で戦ってくれてる。あ、下の方に行くと、エンチャもらった弓がね、思いっきり攻撃当ててくるんで、危ないのよ。あ、虚無弓があるから、虚無の矢筒か。あれでなんとか、持ってはいる。うわぁ、ちょっと待ってよ。嘘、待って待って待って。やば、あークリーパーが来た。矢の数が61発か、厳しいな。いやーこれは厳しいぞ。でもまあここクリアしよう、なんとか。できるだけ上にいた方がいいよ。下の方はね、連射された敵がわっさわさくるからね。よし、 OKOK、ビーコンがいい感じ。あー、ちょっと先に行き過ぎてたか。うわー、マジか。よし、
マジか。ちょっと待って。あー。ちょっと待ってよ。これは厳しい。敵が湧きすぎる。厳しいです。はい、ということで戻ってきました。やっぱりね、あそこなんだよね。17階は結構鬼門になる。あのね、下のエンチャンターを早くね、処理できればいいんだけども、それも難しいのよね。敵が下、わらわら出るので。なので、やっぱり上で、引いて戦った方がいいのかな。まあまあ、そこは、もうちょっとやってみないとわかりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。